はい。はい。シワワじゃないよ。ふわわだよ。ふわわじゃないよ。もここだよ。ああ。いいね。3に合わせて。いや、もこです。もこです。ああ。うい、ういさんぱいもー。あ、もここじゃないよ。ルイルイだよって。言うかな言ってくれるかなと思ってもここじゃないよ。ルイルイだよー。3に合わせて。

ないですね。まだボールがない。たこ焼き器はある。あ、たこ焼き器はある。たこ焼きーはない。あと、えっと、今日ガラスガラスグラス買いました。使ったんだ。はい。あ、のあれなんだね、全然揃ってないんだ。全然。ね、じゃあ買い物行きましょう。はい。 行きたいむしろ、行きたいですそう、実は、あれ言っても大丈夫近いんだよね、お家に。そうですね。守られてる。マスキなのに守られてる。ね。実は、なんか偶然にもお家が近いということで。そう、だからお買い物行って、ね、コラボだったりとかしたいですね。 お散歩に行きたいんですけど、夏はちょっと、ニュかな。確かに、暑いね。でも朝とかだったらまだ涼しいかな。確かに。だけど、雨の日でもなんか、外暑くて、なんか傘をさしても、な、なんていうのおや、ビッツソーギー。ソーギードギーズ。ソーギードギーズはい。ソーギードギーズって英語でなん、日本語でなんて言うんだろう。なんか、あの、濡れてる。

おは同じ日本にいるのに。真逆だね。申し訳ございません。いやいやいや、皆さん、すごい頑張ってるので。最近。なんか、ふわもこの悩みは、なんか、もっとできるはずなのに、なんか、できない自分が悔しい。悔しいな。そう。いや、でも、なんか、さっき人ができることは、に、なんか、あなたができないことはないっていう名言をもらいましたよ。 誰かができることは、ふわもこもできること。はあ、だから、勇気を持って、ドラえもん先生から教えてもらいました。あ、ドラえもん先生 <laughs> <laughs>

言ってなかったんだけど実はふわもこがな家が近いらしく本当にたまたま家が近かったらしくあ家近いんだよねっていう話をお互いしてまして、ね、いつか遊べたらいいねいつかあフコラボもしたいねみたいな話をしてましたということでふわもこが来てくれましたイエーイ